ヤクルト相手に4対2で勝利。借金を19に減らした。先発の高橋博とは、一気きなカバブリに勝ちがつき、4勝ち目となった。解説者たちはどう見たのでしょうか。平松正治さんは、次のように解説しました。今年はまだ4勝ち目。2倍くらい買ってもらいたいくらい、すごくいい投手なんですよ。スライダーもすごい。今日は、ストレートが走った。早かった。 今日くらいだとそこそこ勝つだろう。一方、大島はマルチアンダーを放ち、2000ボンアンダーまであと16となった。坂口智隆さんは次のように解説しました。毎年同じくらい計算が立つ選手ってなかなかいない。こうして長い間ずっとヒットを打ち続けるというのは、やっぱりすごく練習をしているんだろうし、技術ももちろんあると思うんですが、 本当にいつもすごく良い準備ができているプロ野球生活なんだろう。平松正次さんは次のように解説しました。これだけ毎年元気です。怪我もせず、幸福調もなく安定して140本から150本立つんですから、チームにとっては本当に力になっている。